ちょっとストップ。いやー、事実だから何も言えない。あー、右ストレート、ダメだ、ちょ、感性がずれすぎてる。はい、なんでそんなとこで割れるんだ、本当にこのアニメを作っている人間は。どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは魔法使いの嫁第21話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました魔法嫁ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第21話ということであと4話になります。まああとね、なんか番外編とかも含めるとまあもうちょいあるのかなっていうような感じではあるんですけれども、とりあえずあと4話テレビシリーズ見ていくぞという感じでやっていくんですけれども、前回知性が呪われてしまって結構命がやばいですわよっていう感じになって、結構なんかどうなってしまうのか結構明るい方向で行ってきたかと思えば一気にガンって暗くなったので、まあ今回また知性の腕を直す方法だったり呪いを解除する方法だったりとかいろいろと描写されると思うので、もうちょっと心をこう抑えながら見ていこうと思いますので、注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて行きましょう。ネセシティハウスのロー、法律はない。さて、出来損ない。アンジかわいい、かわいい。さあエリアス、そうか、人間には好かれてるな、かなり好かれてるっていうかあれされてるけど、隣人からは結構ああいう風に言われるわけね。ああ、僕だけよ。ああ、なるほどね。自分を一番大切に思ってくれる。なるほどなるほど。結局魔女に会いに行くか行かないかってとこですよね。いますか？来ますか？さあ前回かなり重苦しい感じになっている。本当に自分への感情がかなり希薄なんだよな、知性って。一度死んでるって感じになっちゃってるからもうどうでもいいと思ってるのか。自分に対する何かが起きているって実感がめちゃくちゃ少ないよね。生きたいって思うとか、なんて言ったらいいんだろう、なかなか難しいけど、めちゃくちゃ気迫だよね。いろいろと辛いことが起きすぎて自分に対する感覚、刺さる感覚だったり何かに悪意だったり善意だったのに緩い気はするんだよな。さあかーい、いなーい。オーケー、行きましょう。魔法使いの嫁制作委員会、レッツゴー。さてめちゃくちゃ暴れたよ。さあ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 、スレイベが聞きつけてくるんじゃない。いろいろと報告かな。ああ。あら。いいね、アリス。でも大変そうだね。そうかそうか、竜の国といろいろとなんか見守る契約みたいなのしてるんだよね。さあ師匠の声、あら、あら師匠、リンデルの弟子なんだ。
魔法使い。ああ、だいぶ自分追い込んじゃってるね。いろいろと劣等感を抱えてるんだな。でも忘れられないんだよ。忘れちゃいけない気がするんだよね。寝るだけ。運んでくれるのかな。あら、さあ来た。魔女たち、呪いの専門家だよね。夢の中で。あら、ピュリス、根が生えてる、一体化してる。それは無理か。なんとかしたいんだけど。助力。一体化しちゃったんだ。ああ、そうか、利用しようとしたのか。なんだ。もうすぐ動こうとしたね。うわ、でもだいぶ。どうあるか。そういう結論になるのか。ってことはやっぱりあのドラゴンを助けるしかない。助けるじゃないわ、あのドラゴン。なんだ。そうだね。
結局自分かドラゴンかの二択になるわけだもんな。ただやっぱりでもさ、自分を天秤に乗せるってことはエリアスも天秤に乗せるっていう感じになるからな。それをうまく、あ、なんか乗せな、命の代わりに命、別の人とかでもいい、いい、その言い方は良くないけど、別の人間の命とかって賄うことは、は？ルツを使うの？違うね。まあ知性かドラゴンかになったらまあ知性だよな。さてどうする気だ？風の民。ほら。風を見る。交換するわけだな。お。さて。これはどこに？さあ何する気？なんだろう、この金庫みたいな、結構機密文書的な。何かしらに興味津々だけど、どう動く気なんだろう、なんだろう。あー聞きたいな、ここら辺の会話。なんだ、魔法を見せた。なんだ、何、どう動き、すごい綺麗な音楽だけど、あらサイモン、嬉しいこと、あーけどやるべきことというかやることを見つけてる。切れてしまってる？大丈夫？あ、ステラ。え、え、ちょっと待て。おいおい、だだ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 、ストップ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 。歌ってるけど魔力とか使っちゃってない、大丈夫だよねその歌。歩いてきてるけど、歩いてきてないん。あ、エアリエル、別のエアリエルだよね。あら、
治るのかな。なんだ。わお。その言い方。ああ、それは伝わってる。感じてる。すごい。ああ、そうだよね。ああ、でもやってくれるんだ。そうね。ステラを。いや、だからといってステラ。いや、だから、ステラ以外もダメだけど。知性が許さないと思うけど。やべえ！うわ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 、ルツー。うわ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 。嘘でしょ？ちょっと記憶消えるとかないよね？記憶消える？記憶消してなんとかしようと。あ、ネビン？そのための力？どういうこと、ネビン？そうだよね。それを見てしまうのが怖いわ。見ておくべきってこと？強い。ああ。なるほど、なるほど。ネビンの言葉として知性が自分に語りかけてるんだ。飛んでいく。うわ、確かめるけど、ちょっとそれ。何好き？あ、これでルツに伝わってくるか。着付け、着付けか。やばいやばい。そうね、辛い現実とかも受け入れなきゃいけない時がいっぱいあった。シルキー？ありがとう。あ、でも見せたくないのかな。いやー、辛い現実が。現実か。なあ、ちょっと待ってよ。うわー、ガルダビルズ。そうか、やっぱそう。うわー。
さあ、ヨセフ、カル、うわ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 、いや悪意がある、悪意はない、事実だけど、いや事実だから何も言えない、事実を事実として、事実 100% すいません、ただちょっと紆余曲折があったってことにしませんか。そうか、移す儀式か何かを調べてたのか。ステ、ああ、そうか。縁が深い人じゃないといけなかったからステラなのかな。やばいな、これ。はっきりと言ってしまう。ああ、そういうこと？うわ、まだ、それ、ま、ああ、右ストレート。そんな、もう、ダメだ。ちょ、感性がずれすぎてる。知性にかけていい言葉とかけちゃいけない言葉を考えてあげて。そういうことか。いやでもこっちはこっちでまずいことになってます。うわもう本当に見抜いてる。取引？何その取引？うわ！最悪！最悪、本当にもう。外した。うわ、そっちに行っちゃうの？やべ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 やばい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 、なんでそんなとこで終われるんだ、本当にこのアニメを作っている人間は。なんでここで終われるんだ、なんでだ、ちょい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 、あーさあさあ、それはきつい。事実をそのまま言ってしまうのはよろしくないよ、本当に。やっぱり心がむき出しなんだ、知性は特に。自分に対しての何かが気悪であっても、知性はあくまで心がむき出しなんだ、暴格が何もないんだ、伝えてしまってはいけない。それ、どんな優しさでもそれは刃になってしまうんだ。事実だ。そう、それは辛いな。ちょっと待って、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 辛い。そうか、だからステラ、いや、縁が深いとか言えればよかったんだけどな。縁が深いからステラしかいなかったぐらい。でもさ、あれはだって紛れもなく事実なわけじゃん。ステラに嫉妬したからステラ消しちゃえばいいやって思ったからでしょ？うわ、もう本当にもうすれ違いがすごいって。ちょっと待てよ。すれ違いがすごいって。って、本当に、なんかもう、ニンテンドー DS よりすれ違ってる。ちょっと待てって、本当に。うわぁ、これやばいなぁ、マジで。全員行き過ぎてる。全員行き過ぎてる。さて。
どうすんのこれ、もうどうしようもない。何、過去、過去へ。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、これは辛いな、これはもうダメかもしれません、僕はもう心がぶっ壊れてしまうかもしれない、という感じでありますけれども、いやー、まあ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 、一つのルートとしてはこういうのもあるよねっていう感じはしなくもないかなと思っているわけなんですけれども、いやー、それはきついな。いやー、あのエリアスの言葉がきついな。やろうとしたことよりもエリアスの動機がきつすぎる、本当に。うん、それが一番きついな、やっぱり。正直やっぱり縁の深い人じゃないとダメだよみたいな感じなのかなと思ったけど、あのエリアスの言葉を聞いたらちょっとやばいな、あのエリアスの言葉を聞いたらちょっとやばいな。あれを聞いて知性がどう思うかエリアスは考えてほしいけど考えられないんだよな。まだそこまで人間を知っているわけじゃないからな、エリアスはな。感情というものを知っているわけじゃないからね。そうなんだ、私のこと考えてくれて嬉しいとは知性はなる子じゃないからね。いや、そうなんだねっていう風に言ってくれる子じゃないよね、やっぱり。なんかやっぱり他人に対する害意みたいなものには人一倍敏感な子だからさ、分かってあげてほしかったなとは思う反面、これはきつい、これはきちい、これはきちい、きちい、きちい、きちいでございます。いやー、これはきついっすね、これはきついっすね。ちょっともうそれしか言えないですね、私としましては。どうしたらいいんですかこれ、もうブン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 みたいな感じになっちゃうんですけど、いやー、いいですね、いいですね。いやー、でもいいですよ、やっぱり心を揺さぶってきてますね。うわー、でもちょっとなんかそういうのがなんか、ただ二人の間でそういう行き違いになっちゃってるならいいけど、そこにカルタウイルスが付け込んでるっていうのがなんか悪い状況に悪い状況が重なりすぎてて、いやー、ちょっとこれはまずいですよ状態ですわ、本当に。これはどうしたものか、どうしたものかっていう感じではありますね。いやー、どうにも処理できねー、マジやべー、パニック起こす。いやー、これはどう、うわー、なんか悪意というか純粋な、いやー、もうエリアスもエリアスで必死なんだよな。知性を取り戻すなら周りがどうなってもいい、自分のために周りがどうなってもいい怪物カルタフィルス、もう愛する人のためなら周りがどうなってもいいエリアス、同じ穴のムジナじゃないかと。うわー、いう風に言われたらもうどうしようもない、エリアスはどう思うかだな。なんかでもちょっとな、ステラを使うっていうのは完全なる悪手でしたね。なんか、まあまあそこら辺の人でも多分知性は絶対的に怒るし、まあ誰でも多分怒ると思うんだよ。どんな生き物であれ、どんな動物であれ、人間であれ怒るとは思うんだけど、もう本当にやっぱりステラっていう選択も良くなかったし、挙句の果てに動機が最悪だったから、いや、これは良くないなー、マジで。いや、でもさ、カルタウイルスがステラにいなかったら、こんな悪い方向にならなかったとも思うけど、カルタウイルスがステラに取り付いていたから、まあ、なんとか、ステラは命を免れたっていうところでもあるわけですよね。なあ、これはまずい。いやー、マジで。いやー、ヨセフんとこ行ってどうなっちゃうかだな。なんやかんやさ、一番危惧したいのは、まあ、好き勝手改造されるっていう可能性もあるけど、これさ、やっぱり人一人の生き方だったり、信念だったり、愛情だったりっていうものは人一人で違うわけで、人一人の信念、それぞれの信念が、やっぱりお互いに相入れないことだって絶対あるわけで、そうなった時に、やっぱりヨセフはヨセフなりの生き方だったり、こうしたいっていう願望があるわけじゃないですか、多分。やっぱり、ね、死ねない呪いを持っているっていうところがあったりだとか、その中での苦悩だったり葛藤っていうものを知ってしまったことによって、知性が感化されちゃったらどうしようかなっていうふうに思うんだよね。やってることは紛れもない悪で、とんでもないことではあるんだけど、それに感化されて、やっぱりなんかエリアスとなんかやっぱり相入れない存在にどっちにも感情移入してしまった結果、なんか知性の心が壊れちゃうみたいな展開っていうものがありそうな気がして、すごい怖いところではありますよね。どう着地すんのこれ、無理じゃない、もう、ね、もう多分過去一で修復可能なレベルで多分関係が壊れちゃった気がするんですけど、どうなんすかね。
いやーもうマジでやばいなーこの感情。いやーマジでちょっと続きどうなるかですね。とりあえず知性の過去と向き合っていくっていうフェーズになっていくと思いますので、ちょっと次回とりあえず楽しみにしていこうと思います。いやーまさかこんな展開になるとは思わなかったなー。知性の願いを叶えた上でっていうところだもんなー。もうステラつあれするぐらいだったらもうドラゴンをねえドラゴンに呪いを戻すぐらいのあれでしかなかっただろうけど、いやーでもなーそれもそれでだもんなー。いやー正解が見えない。いやーどうなってしまうのか全くもって読めない。いやー本当にちょっと今回でさらに読めなくなった魔法使いの嫁ですけれども、とりあえず次回カルタフィルスのところに行ってどうなるのか注目していこうと思いますので、ぜひとも皆さん一緒に楽しんでいただけたらなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思いますので、なんかコメントあればねいろいろとください。僕が勘違いしている部分だったりとかいろいろあればコメントいただけたらなというふうに思います。以上、魔法使いの嫁第21話でした。バイバイ。